こんにちは、星光不動産売買担当の田島です。今回は賃貸と売買どっちがいいのというテーマでお話しさせていただきます。まあ、これ結構語られているテーマですし、正直言って答えはないんですけれども、まあ、皆さんによって違うっていうのが答えにはなります。まあ、ただ考え方ですね、共有できればと思って、まず賃貸のメリットデメリット、購入のメリットデメリット、ここについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、賃貸のメリットに関しては引っ越しがしやすいということです。転勤ですとか家族構成の変化で住宅に対して必要な面積というのは変わってくるので、賃貸の場合は身動きが取りやすいと。あとは賃貸に住んでいるとローンを発生しないので、借金をしないということがメリットだと思います。逆にデメリットですが、賃料は掛け捨てて戻ってこないということ、あとは購入されたものに比べると設備ですとか建物の内容で満足感得づらいということになります。逆に購入のメリットデメリットで言うと先ほどの裏返しになります。賃貸に比べると建物ですとか設備の内容ですね、ここで満足感得やすいということ、あとは住宅ローン控除が使えるということ、節税になるということです。逆にデメリットで言うと住宅ローンが発生する、返済負担が発生するということ、あとは値下がりするリスクがあるということ。賃貸か購入かに関して言うとライフプランによって変わってきます。例えばなんですけれども転勤が多い方、あとはまあ会社にお勤めで社宅があるとか家賃補助がすごくたくさんあって賃貸で住んでても実質的な負担が少ない方っていうのは、この方は賃貸おすすめだと思いますし、逆にもうご家族ですとかご実家が仮に名古屋にある、西にある、三好にある、まあこういった形でもうずっとその地域で暮らしていくご家族いらっしゃる方であれば購入の方がおすすめかなっていうふうに思います。まあ2019年現在でいくと住宅ローンが低いところだと 0.4% 台で、高いところでも 1.1%、2% とかそれぐらいになっているので、3000万の借り入れを35年でしていくっていう形になっても月々の返済額大体9万2000円ぐらいなんですね。ですので、まあ、市内でも築15年ぐらいの有料な 3LDK のマンションを購入することが十分できるので、まあ、ずっとお住まいになられるのであれば購入をお考えいただくのもいいのかなというふうに思います。あと合わせ購入の場合だと住宅ローン控除が使えるというところになります。ただし賃貸に関しても購入に関しても、まあ、満足感を得るというのはいい物件を探していくというのが一番のポイントになるので、まあ、当社星光不動産では賃貸部署もありますし売買部署もありますので、それぞれいい物件の探し方っていうのを、まあ、個別相談会ですとかセミナーを行うこともあるので、気になる方は下記ホームからお問い合わせいただければと思います。まあ、探される時のポイントっていうことをご説明してますし、個別の物件に対してここはいい悪いっていうことを、まあ、客観的な目線でお伝えすることもできるのでご相談いただければというふうに思います。本日の内容は以上です。ありがとうございました。